ミントチュワーン。ペロ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 抹茶です。ということでメイプルストーリーズをやっていきましょうね。まあ、前回の動画の直後に、まあ、プレイを続けてるわけなんですけれどもね、バイバイとか挨拶しておきながら、ちょっと喋ってんだからしまって、なんだっけ、バイバイとかね言ってはいたものの、私はまだまだ全然やる気なので続けてやっていきたいと思います。ということで何すりゃいいの？謁見式へ。これ何の謁見式に私は向かってるの？常に慎重に行動するように。はい、わかりました。謁見式へ。気がついたか、傷は深くないようだが目を覚ますのに時間がかかったな。はい、お寝坊さんです。マウスを乗せてメニューを開く。インベントリー開いてアイテム自動取得を設定してください。アイテム自動取得設定、何これ。わお、なんだ、なんかもらったぞ。まあいいや。あ、勝手に拾うかどうかの設定ってことね。え、これはこのままでいいのかな。捨てられたアイテムを勝手に拾うのなんか良くない気がするから、とりあえず、保管しとこうか。ペットの自動取得とかは、あれかな？なんか、ボス戦とかで切った方が良かったりするのかな？はい、ということで、フレイに会ってみましょう。あ、ね、よく来たな。どうも。あ、待って、レベル10になってる？レベル10になると、確か、分配しないスキルポイントがあります。じゃなくて、なんかあれですよね。スタートダッシュキャンペーンかなんかでもらえるアイテムがあったような。クエストか。あった。クイーンズタウンに行ってやってみましょう。クイーンズタウン、まずマップを開かなきゃ。クイーンズタウン、ここか。これね。覚えてるかな、これ。なんか、右側に登録。クエスト。より明るい世界のために、献身したいです。クエスト、タイムの表示じゃなくて、クエストアラート最大40個まで。これどうやったらアラートに設定できるんだ？そもそもあれか、スタートしねえからあれかな？まあいいや。何事だ？女王謁見。目を覚ましたばかりで混乱していると思うが、俺と一緒に特別謁見室へ行こう。女王が君をお持ちだ。エレブ、女王エレブ、ようこそお待ちしておりました。これはやっぱ元はシグナス騎士団のエレブなのかな。あなたはメイプワールドを救う英雄かもしれません。そんなに信じていいんでっか。このものは信用できないと。どこの馬の本物とも知れず。カールさん、どんどん会話が進んでいきますね。お二人とも争わないで。俺たちにはもっと大事な仕事があります。内部スパイを探すことです。この件をこの者に任せてみたいのです。顔が知られていないので、密かに調査を行うことができるはず。ほう。私はこの先。つか、かわいいな、エレブさん。君がそこまで言うなら。いつか、フレデリックも信仰心を持ちますように。すごいね。で、特別謁見室で禁煙対象フレイと会話する。あなたと会話する。君の活躍に期待しているぞ。今聞いた通り、君の今回の件の裏を調査してほしい。王国のために、ためのことなんだ。どうか最善を尽くしてくれ。最善を尽くすという。
言いたくない。話がわかるやつだな。では、君に任せよう。なんか武器もらったな。これ装備できるのかな。攻撃力上がる。なんか、見た目はちょっと、ダウンした気がするけど。まあ、いいか、それしとこう。こっちも。プリンストは、何よ。ワンセプターっていうの、ワンドセプターっていう武器と、宝典っていう武器を、右と左にそれぞれ持つのが、スタイルなのかな。がかりを探して。まずはトライア役所にいる王室管理人メルフに会ってみてくれ。彼は王国内のあらゆることを知っているから調査に役立つだろう。もちろん今回の輸送馬車護衛に関する仕事もしていた。そうだ、トライア役所に着いたら君を待っている人がいるはずだ。彼と一緒に今回の任務を進めてくれ。君なら良い友達になってくれるだろう。友達とか友人になってくれるだろう。ってことで、いいのかな？こういうのね、なんか、無意味に探索しちゃいたくなっちゃいますよね。かわいい。どっちかっつうと、好みは、ルアナちゃんの方かな？カメラ、ズームインアウトと、横に回転とかできるのか。かわいいね、ルアナちゃんね。ペロペロしたい。ペロ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 。はい、ということでやっていきましょう。手がかりを探して。なんか、曲が聞こえる。あれ？朝？ラジオ体操？カメラをズームインアウトしてみましょう。はい。こっちに行ってもいいんだけど、クイーンズタウン行きたいなぁ。殲滅の光。間違えた。クイーンズタウンってどうやって行くの？お、ここから受けれる。ミントちゃん、かわいいね。タスを見ると、あ、結局来いっていうのね。こっち。これはオンオフできないのかな。クイーンスタウンに行くには、あれか、詳細のマップ。ここは見れないのかな？動かせはしない。こっちかな？クイーンズタウンって書いてあるね。ここか。乗り場見つけました。見つけるとタクシーに乗れるってこと？一度は行かなきゃいけないってことなのかな。ミントチュワーン。二人いる。バニーガール、ミント。いや、可愛いですね。はい、可愛い。会いに来てくれたんだね。プレゼントを受け取ってね、特別なアクションをすることができるよ。これからも楽しい冒険になりますように。
ありがとうございます。で、ミントちゃんいいですね。ペロ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 。はい、ということで、もらったものを使ってみましょう。アイテム受講、アクション受講書。ダブルクリックで特別なアクション。はい。ダイナミックアクションウィンドウを開く。チャットの横のこれ。エモーション。オンラインケーキの火を消すアクションが、アクションを取ります。これを、どうすんの？おぉ！あ、ずっとやり続けるんだ。かわいい。おぉ。で、これはあれか。ファンクションキーに登録できるんだね。F1 が ?HP がいっぱいです。あ、これ1だ。こんにちは。はい。F2 がふふふ。ふふ。F3 がダメです。ダメです。F4 がよいしょ。座る。F5 が少し休みましょう。椅子に座る。ないと正座するんだ。これは、設定はないのか。こんにちは。試しにだけど、F6 に設定すると。会えて嬉しいです。じゃあ、F7 に設定してみる。特にボイスはなしで。いいですね。F2 好きですね。これですね。もう悪いこと考えてるって感じ。いいですね。F5 を押すと落ちるとかはない。はい。じゃあ、行きましょうか。戻りましょう。さあさあさあ。ということで、進行ルートの通りに行ってみましょうか。トライヤー役所。これね、なんか矢印通り言ってると場所を覚えないかもしれないね。ジョディかわいい。おう。どうして私が来ないんだろうって噂してたら、来ちゃいました。みたいな。驚かさないでください。あ、今のモーションかわいいね。あ、さっき言ってた子は、この人なのね。じゃあ、ジョディ君と一緒に行くってこと？このメッセージが早すぎて、どこに行けって言ってたのか、よく見えなかったよ。急に場面が変わって、一体どこにいるんだ？この気配がする。メルス様が中におられる。ん？メルス様じゃない。こんにちは。が、なんだ、始末するか？メルス様見かけませんでしたか？ドンキなやつ。家に来るように言われたんですが。変だな。人を呼んでおいてどこへ行かれたんだろう。バカなのか。私を怪しまないだぞ。あ、そういえばもしかして、ようやく気づいたか。始末するしかなそうだ。清掃員の方ですか？ズコー。はい。あ、はい。清掃員でーす。どういう展開これは。あ、通りで家が綺麗だと思いました。なんだこの罪悪感すら覚えさせるやつは。では、清掃が済んだので失礼します。あ、今度清掃の仕方を教えてくださいね。清掃をうまくできないとダメなんです。あ、はい、いつか。では、別れるのが残念だ。ジョディ君だけ？この子はすごい才能を持ってるんじゃないの？
しばらくして。ネルフ様はどこに行かれたんでしょう。どうやらネルフ様はご不在のようです。そういえば今怪しい仮面をかぶって出てきました。清掃屋と掃除屋と言ってましたが、とても優しそうな方のようでした。どうされましたか。どこかお怪我でも。怪しい仮面がネルフと関係があるかもしれないという。はい、本当ですか。すごいな、このストーリーは。で、もう一回喋るのかな。では僕たちはこれからどうすれば。ネルフ様はどこにいらっしゃるのかも知らないのに、とりあえず怪しい仮面を追いかけてみよう。確かに彼を追えばネルフ様に会えるかもしれませんね。でも怪しい仮面はどこに行ったのか。とりあえずトライアの反対地域を調べた方が良さそうだ。ほう、トライアっていうのが今いる地域なのかな。タクシー乗り場を見つけました。はい、ね、今いるのがトライア。反対地域を調べるってこと。どういうこと。まあナビゲート通り行きましょうか。もうしばらくはずっとこうなんか流れでやっていく感じなのかな。いや、この曲も聞いたことある。アレンジもいいですね。この人に話しかけるの。こんにちは、レイカさん。怪しい仮面を見ていませんか。ええ、見ました。あ、見た。なんかくれた。あれ、あ、クエストの開始か今。あ、違うよ、道具手に入れたよ。どこだ。あ、もう装備してた。どうしましたか。怪しいなと思ってずっと見ていたんです。カニングインターチェンジの方に走っていきました。じゃあカニングインターチェンジに行けばいいのかな。どんどん話が進んでいきますね。え、もうこの先って、あ、カニングインターチェンジで、あ、広いなー。ジェネシス、カニング。なんかね、世界が、メイプルストーリー1とは別世界のお話なんだっけな。なんか、当初はメイプル1の過去みたいな設定だったらしいんですけど、今完全に別世界らしくて。まあ、名前もね、なんか似てるけど、完全に別物みたいな感じらしいですよ。で、俺はここからどうやって行けばいいの？これ登れませんか？登れた。どんどん足登っていく。お、敵だ。スタンプっぽいやつがいると思ったらスタンプって書いてある。いやー、結構な数いるよ。殲滅の光。SP 玉を拾いました。 SP 回復スキルを使用しずに一定量の SP をすぐに回復できます。ちょっ、今更だけどこのあれか、はあ、スキルを発動するのに SP を使ってない。殲滅の光。あれ、この子はいい子なの。消えてください。ちっこいか、これ。殲滅の光。
ね、攻撃できないんだね。ハニングインターチェンジ。やっぱ 3D になると感覚変わりますね。タクシー乗り場でタクシーを呼んで他の発見者タクシー乗り場に移動することができます。タクシー代の払い忘れには注意してくださいね。もうこれさ、近づいたらどんどん攻撃してくるやつ。こっちが攻撃しなくても逃げるよ。ここはどこですか。あ、な、これ敵か。人かと思った。え、どこ行けんの。さあ、はあ、来るとこ間違えちゃった。あ、この人ね。この人に話したんだね。キャシーマートの従業員、エンマ。仮面の人は見てませんか？見ました。キャシーマートインターチェンジ店の中にたくさんいます。たくさんいます。なんか見たような、見なかったような。あ、今あれか。自動装備したのか。さっきのローブといい、なんといい。じゃあ今度こそ、あ、違う、開始をしてない。あらら、たくさん、はい、たくさん。本当に悪い奴らなんです。いつも私の勤務地のキャシーマートインターチェンジ店に来て握手を働くんです。ピンポイントだね。ふう、上はこれを知っているのか。怪しいカメラに対峙する。8体。殲滅の光。え、こいつ消えてください。さあ、あ、でも倒したことになってんな。あれか、あ、確かに怪しい仮面だわ。はあ、はあ、ケルベル、ワンちゃん。はあ、殲滅の光。お、装備アイテム、空腹のケルベとかっていう可愛いちちこやつは敵じゃないんですかね。はあ、殲滅の光。いや、適当にスキル使ってくれる。このなんかテレポートみたいなやつは EP が必要です。スキル、あ、はあ、EP って何。はあ、はあ、あと1体。さあ、はあ、殲滅の光。 EP ってのはどこのゲージなんだ。あの下か。あ、つうかスキルポイント振ってないじゃん。スキルポイント。これはどれを振ればいいのか全然わかんないですね。ただなんかやっぱ釣り形式で、いつかね、フレデリックも信仰心を持ちますように。何レベルか振らなきゃいけないっていうのがあるみたいで、まあスキル振り間違えてもいいか。エイプル1の方でもね、ファーストキャラは広いスキルブリーでしたからね。まあそれもいい思い出ですけど。じゃあ、3必要なのか。とりあえずじゃあ、これ振っとく？あ、つかスキル初期化ってできるの？あ、特に、やり直し自由なんだ。ほう。え、これスキル保存でいいの？あ、あれ？これは、3にはできない。あ、12、レベル12。今私のレベルが、
11。あと1。そしたらこれ振っちゃうか。はい、お待たせしました。ということで、怪しい仮面のやつらを倒してきたけども、大変です。怪しい仮面があなたの友達をさらっていきました。もしかしてジョディのことを言っているの？ええ、あの間抜けな顔の兵士。ジョディ君ひどい悪いわよ。大丈夫？あらら。ジョディどこに行ったの？怪しい仮面にいろいろ聞かれてそのまま連れて行かれた。ゴールデンタワー8階。ゴールデンタワー8階。随分遠くまで行きましたね。ん？なんだ？イベント。ってか言ってる場合じゃない、敵が来た。登れない。ステータスポイントを獲得しましたって今出たよね。何ステータスポイントって。あ、これか。トロフィー報酬、チャプター報酬、探検達成度報酬、月に触れるのね。まあ、おなじみのやつですね。どれ振りゃいいんだろう。無難にイント？ 100 ポイント以上は分配できません。より明るい世界のために献身したいです。これも自由に初期化できるのかな。すごいね。よし、気を取り直して。もう、道のそこら辺にいる敵は、倒してた方がいいかな。殲滅の光。当たらない。ゴールデンタワー？誰か死んでる、これは。あ、特にこれいけないんだ。殲滅の光。お、どうして僕にこんなことをさせるんですか。一体何されてるの。なぜだろうな。一体俺はどうしちまったんだ。弟よ。お、はい、兄貴。隊員さんがよくわからないとよ。ならきちんとお教えしないとな。聞いただろ。ブラムならお前の友達を恨め。ヒージョーディー、ピンチだよジョーディー。ならず者たちに穴当てパイプに乗っていけば敵と戦わずに済みそうだな。ダッシュ。ジョーディーがニャンニャンされる前に助けなければ。こんな近道教えちゃっていいの？あ、危ねえ。バレちゃった。普通に追っかけてくる。普通に追っかけてくる。待っててジョリー。今井の助けに行くからね。これここ通っていけば楽じゃんね。帰りは通れない感じ。着いた。ジョリー、これはこれは正義のヒーローがこんなミスボ。ちょっとこれは涙なしには見られない感動シーンだな。そうだろう。ところがどっこい、ここじゃ正義は通用しないんだ。ごくん、
はい、兄貴。ラルクとコクーンの兄弟なのかな。覚悟するんだな、小僧。え、コクーンを倒しましょう。いいですか、殴っちゃって。殲滅の光。いやー、でかいですね。あ、やばい。EP が足りません。EP が足りません。EP はどこだ。殲滅の光。EP が足りません。さあ。なんか赤くなったけど。いや。EP が必要です。さあ。めっちゃ EP の警告される。殲滅の光。なんかスキルの説明みたいな、このテレポートみたいなやつで回復するんですね。全然 HP が減らない。ダメージ食らうな。神様の元へ。神様の元へ連れて行っちゃった。話をしよう。厄介ですか。ちょっと待って、探してる人がいるんだろ。なら取引をしよう。俺はこの近くのことなら何でも知っている。どうだ、気になるだろう。取引。そう、お前さんが知りたがっている情報に関する取引だ。何？あ、レベルが上がってスキルポイントを増える。とてもいい装備アイテムを獲得しました。とてもいい装備アイテムを獲得しました。とりあえずスキルとっか。どれ、これかな。一度装備すると交換かかるんだよね。なんか光ってるけど、これレア度か。レア度下がったけどいいのかな。もしかして、あれか、なんか他のアイテムあったり。いろいろありすぎて迷っちゃうなぁ。ちょっかい出すな。はい、ってことで、情報通2番。で、誰？お前さん、怪しい仮面というやつを追ってるんだって？あいつを探すのを手伝うよ。もちろん今そういうやつに関する情報を渡せるわけではない。でもな、時間さえ十分にくれれば部下がやつを探し出せるぞ。こうなった以上、もう一度王国に、ブローカーラルフに関する報告書を出さなければならないという、はい。おいおい、なんだよ、長くなるとは言ってないだろう。手伝うから。だから王国への報告はよせ。報告しないという単純か。ふぅ、びっくりしたじゃないか。カニング、廃棄物処理場に行ってイバンを探してみろ。奴が手伝ってくれるはずだ。はい。素早く移動してみよう。あ、簡易ポータルってこと？あ、時間が。厄介だな。あなたじゃない、あなたじゃない。これでワープできるんだ。そんなことも。日常なり建設を習得しますか。どうしよう。一旦ここでビロー。よし、そうしよう。よいしょ。